私は五郎さんと誕生日が同じ日なので運命を感じています。いつも解説楽しく拝見しています。私は美大出身なので多少知識はあるのですが、エピソードとして記憶はできるのですが単語が覚えられていません。五郎さんはいつも年代や人名、地名などスラスラ話をされていてすごいと思っています。覚えるコツなのはあるでしょうか。ない、俺も覚えてないんだもん。その都度確認しながらやってんだもん。俺は覚えられないよ。うん、あと覚えてもあのほらソフォニスバもうどっちか分かんないもん。ソフォスニバかソフォニスバかもう分かんなくなる。あの類のことやものすごい多いし、全然ダメだよ。覚えるのはコツがあってこっちが知りたいよ。和田はヒトラーどうやって覚えたの。ヒトラー、わだヒトラー覚えるの時間かかったもんな。ヒトラー間違えすぎて覚えましたね。だからやっぱり失敗しないと覚えないってことだよね。人は、ね、人はだからやっぱり若い頃に失敗をしないとダメだっていう教えですよ。これやんなかったらわだもう一生ヒトラーのことナポレオンだのマッカーサーだの言ってた。ずっとマッカーサーって。ああもう子供できてさあドヤ顔で子供に真っ赤さよこれ教える羽目になってたわけだよ。よかったよ今のうちに失敗しといて、はい、人前で失敗するって大事、ね、大事ですよ、うんうん、覚えるもん、うん、そうだ覚えるコツはそれか人前で間違 う, もう違うだけど俺人前で間違えたけどソフォニスバカソフォスニバカもう忘れてるよ。俺ほんと人の名前ダメでさやばいよ。もう最近ずっと間違ったままあの人と3時間ぐらいなんだっけかな、すごいです、ね、中山さんをずっと中島さんって呼んでたかないしはその逆かだった。なんで一度も訂正してくれなかったんだろうと思ってあんだけ長い時間だけ長い時間私どっかのポイントで一言言ってくれればと思ってたんだけど。それは後から気づいたんですか。後から気づいた。あとであのその日のほら名刺整理してて、あ、はい、あ中山さんじゃんみたいな。すごい多いそういうこと。本当に失礼申し訳ない。その後今も言ったように第二次世界大戦が始まるんですよ。そうするとこれがもう欲しくてしょうがない人がいるんですよ。誰だ、だいただろう。画家になりたくてなれなかった。マッカーサー。あれマッカーサー。おいしい。